いや確かに始めるでいいよねうん。普通モードで。はい、どうぞ。うん、ああ、やり直し。<laughs> あいつらあんな。 ひよこから育てられるんだよ、ニワトリも。あ、そうなの卵孵化できます。ああ、牛。かわいい。あれ、子牛じゃないあ、小鳥。丸いね、かわいい。 羊とかあってし、ちっこいの見たことないな。羊とか増えたの今回からじゃない。私が昔やってた時は鶏と牛だけだった気がする。うーん。うん、あ牛が囲まれてる。めっちゃ可愛いやんけ、あれ。困った。いい、困ったな。<laughs> 出れんぞ。<laughs> んぞミスったんじゃないか、あれ。あれミスってる、ね。入ったきど出れないタイう。 うわこっからやり直しじゃないですか。うん、えっとね、この顔で肌の色は1個黒くして、えっと目の色はなんだっけ下の方にあったやつでちゃうちゃうちゃう。なんとかカーキ、カーキ、なんだっけモスグリーンだ。モスグリーンだっけうん。あ、夫愛にはしない。あ、これだったね。 この色いいな。えー、<laughs> 文句言う <laughs>。あれさ、何色だっけナチュラルブムラムだね。ワイルドいいんすかよしよし俺、この、これにしようかな。え女の子じゃね女版の声。あい わあちょっと中性的な感じにしますわもう頑張って何が頑張って <laughs> <laughs> おやる気入ってますよほらお<ー> <laughs> やる気入ってる結構もちもちの肌なんやなピチってこうきっついてたもんね <laughs> 手がねいいな若いね <laughs> あバイクだバイクの色を変えようん いや白はちょっと昭和初期感出るね <laughs> 若干レッドだね赤かわいいね「ゲンチャール」っていいなまあすぐにはあの乗れないんですけどなんで一回なんかバイク屋さんに直してもらってるから今うん<ー>ほら <laughs> オープニングで事故が起こるからおおいいぞいいぞこれ。 あっホクスロイだ違うんだよね <laughs> あっホシガリスえや痩せてますよね。あそうかとはあ,あ,あのヤンヤンガーみたいなヤングヤング、ね、おお夜も走ってる頑張ったね <laughs> 充電させてくださいっていうところないよこんなとこいや絶対無理でもう諦めた方がいいよノージュ 一回だけ野宿したことあるって言ってたん出川さんの充電させてもらいましたあそうなの <laughs> 誰の回だろうあフクロウいるフクロウなんていないよ今いたよ買えないけど来ましたオリーブタウンいい街なんだよねなんか結構ね外装がおしゃれなお店とか建物が多いよ田舎って言ってるけど 船もちゃんと止まるしさえー、港あそっか海あるもんなそう立地いいんだよここんあやっちゃってるやんほらやっちゃってるでしょ <laughs> これバイク屋さんで修理してもらうから最初いやこれ結構煙出てる時ね遠く行った方がいいんじゃない、うん、いやそうなんだよ <laughs> なんでこんな近くで喋ってんのっての落ち着いてるし、ね、このおじさん <laughs> いきなりウィクトル出てきましたよおこれはちゃんが出て チャンアカっってて名前間違えな,って <laughs> なるほど、ちゃんがか。いや、違う違う。違う僕は夏の17。男の子ですけどね。<laughs> ああ、謝ってくれたらいいや。<laughs> <laughs> あのバイク、離れた方がいいって爆発する前に、うん、え、ガソリンもしたらやばいよね、あれ。急性硬膜下血腫になるって。ガソリンかな <laughs> 煙出るってよっぽどだからね、うん、あ,あ牧場は<何>えー、ウリウリウリ,ウリブー牧場ウリブー牧場、うん、謎の <laughs> 教えてくれんだ、おじさんおじさんね、でも一日じゃないから教えてくれん。何日かに分けるから。<laughs> 一気に教えてくれないかなっていう、ねお。いいわね<大>。大事大事大事事に受け取る。大事に受け取る。えら <laughs> い。大丈夫。どうするこれ ちょっとずつ、<ん>ばあのー、木を倒しながら一日進めるか、うん、一気に、あのー、最初、2、3日寝て、一気に説明だけ聞く,聞くか。あ、もうだって、え、道具あんのあ、もらったよ、今。だから、X を押して、X を押して、道具袋の中に。ないやん。違うよ。今自分で動かしたんだよ、カーソルを。<laughs> 道具なんてない <laughs> これいいあの道具袋。これでしょそう。3個しかないですね。ほら、こ、え、れ、ー、とりあえず十分だよ木は切れて、草も枯れて、石も壊せるから。じゃあ、早速開拓するか。フロンティアスピリッツを見て。なに<何>すごいでしょ森だよ。ね <laughs> <laughs> それか先もうあの、町の人に挨拶しに行くっていの思ってたけど。いや、でも腹減ったとき、どうせレストラン行くでしょ。ああ、そうね。はい。うえ。15年、いやー、もっと20年ぐらい経ってんじゃないこのでっけーの。<laughs> いやー、ここ荒れ放題だったんだろうね。 こうやってレベルがどんどん上がっていくとすごい楽になっていくからそのうち、はあ、頑張ってこの木材も売れるんですもんね売れます出荷できるんだ、うん、出荷できるでも出荷するっていうより、うん、あの大工屋さんに持ってってなんか小屋 立て直すときの材料にしてもらうとかの方が多分うんいいと思う,うで、一円、一本一円とかにしかな,らないですそうだ,<な>だよ紙はだねもっと。いや木ねだもんだって。いやいやだの材料にねなるじゃないですか、うん。まあね、まあそうなんだけどおそうだ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  俺ね、あの、体力尽きたらね、信じられない倒れ方するから、<laughs> その、ね、膝から崩れ落ちるんです目の前が真っ暗になった。<laughs> うん、あれ、倒れないじゃん、ポケモンって、人間が。うん、もうく崩れ落ちるから、<laughs> ガクガクって。<laughs> ここ、一体いけるか。あ、そいちご食べてもいいよ。 食べんのこんな食べれる危険じゃないか大丈夫大丈夫ほらベリーベリー、まあ、最悪ちょっとお腹下すぐらいでしょ<え>大丈夫大丈夫死にはしないさにいや分かんないよほらもう倒れそうだってあと1本いけるべ <laughs> 追い込むな自分を大丈夫か倒れるんちゃうかいけるかいやギリいけるっしょ 危な油。で、じゃあ、腹ごしらえに行きますか。そうね。よっしゃー。はしまった方がいいんじゃないかん初対面でよだって。いや、でも、危ないやん。物っだし。いや、やべえやつ来たって思われるから世の中、物騒だからさ。いやいやいや。斧は持っとかないと。あ、その斜め上がレストランですね。あ、ごめん。あの、階段。あイケメン。 ヘム気分いええなあ,あ,あ海軍海軍あ、マチス違うなゲオルクって書いてある <laughs> ザオリプかえ違うゲオルクね <laughs> マチスじゃないのこれあの船の船長だからあ、これはソードシールドのライバルソードシールドのライバルはそうなのいやわかんないけど <laughs> ここか マルコスの家やんここ誰マルコスやねんマルコス <laughs> <laughs> 階段登ったとこあそっちじゃないそこのそこそこそこあこの階段ねそうそう,そう左の階段登ってここそこそこレストランプロモントは暇そうやななんかだってまだお昼時じゃないもんだってもうお昼時終わったから メシください。カレーライス食べます。ジャガイモゴロゴロのタイプやない。おいしそう。ああー、いいね、増えたね。じゃあ、お姉さんはかわいいよ、ね。あ、顔が見えない。かわいいんで。あなたがちゃん、あ ブレアさんですねよろしくブレアさんも結婚相手になるのなるようえ攻略対象さっきのエミリオンはあの女の子を使う時の確か攻略対象かなマチスはマチスはなら <laughs> 私がねやってたバイク屋の兄ちゃんがね対象にならないんだよね意外となったら面白かったね あなんかあの既婚者なんでしょうじゃんいやなのかななんかねあのー、あっかぼちゃかぼちゃ <laughs> 違う椅子だわ <laughs> 丸太の椅子ね <laughs> <laughs> お化けかぼちゃコンテストに出せるんじゃないかな何それいやでかいカボチャを、うん、あ競い合うやつそれ食べれるよへえ<ー>うわしんどいめっちゃ草も生えてるやん何もう もう疲れてきた体力半分ないからも最初追い込みすぎたかな自分をね <laughs> 俺はフロンティアスピリッツの精神でサバイバルを生き抜くんだすごいね うえうえあ、何気体力が。あ、ニワトリくん。ニワトリくん。でも、小屋がないんで、動物を迎える小屋がありません。はい、何ないんですよ。牧場にある壊れた小屋を修復してから手なずけてみましょう。いやいやいや、手乗り。 ニワトリできる無理だよ。<laughs> ニワトリってそんなおーおー、めっちゃかっこよくてる。諦めてください。時間の無駄なんで。えー、ついてこないの俺の後。<laughs> うんだって君まだ主じゃん。ここの飼い主じゃないから。いやー仲良くなれるって。<laughs> 何しんだいまーみたいな。うっとうしいわこいつってっちゃう仲良くなれますって <laughs> もっと。寝たほうがいいんじゃないか え、まだ5時だよ。だってもう死にそうだよ大丈夫っしょ,しょここにきての空振りはきつい<分>もうぐっと疲れる <laughs> <laughs> 一気に疲れが来るいやーやばいなこの人何時間木切ってんのよ <laughs> あ玉ねぎ生えてるよあれ<ー>引っこ抜いて売っちゃえば玉ねぎってよくわかるねこれ 玉ねぎやん、ねね。切り刻むとこだった。危ない、うん。涙出るとこだった。売れないよ。<laughs> 傷ついたら売れないもんな、ね。うん、あとじゃあちょっと他に売れそうなものないか。あ、玉ねぎ生えてる。え、玉ねぎはもういい。え、玉ねぎは売れるよ。どこにあるのそりれゃれ。あとそこら辺になんか。ああ、それも売れるね。それね、<あ>なんかスパイスになる。オレガノ。おお、オレガノ。 パイスっていうか、ーハードうのね。草やば。貝も売れるけど一応。いや、貝も売るわ。あと、ワイルドベリーも売れるよ。かぼちゃも売るわじゃこれか,かぼちゃじゃないんだよな、何回も言ってるけど。<laughs> 樹液も売るわ。それはね、使えるか取っといてもいいかも。いや、ワイルドベリー、赤貝、玉ねぎ。うん。あ、いいね、お金になってるよ。青貝、えー、ムーンドロップ草。 俺がのね。か <laughs> いじゃね。えっ <laughs> と。で、B。これでもう、OK です。あー、テントかー。すごい立派なログハウス、そのうち建てれるから、頑張りましょう。よし、ね、寝よ臭いけど。汗臭いけど。シャワーはね、特にない。 <laughs> 海でやって <laughs> 嘘だろ <laughs> あれ自分っちの敷地だから一応 <laughs> 貸してくれやあのおじさんここお風呂屋さんとかないからねホテルはあるんだけどさうんあ出てきた大事に受け取る <laughs> 農作仕様だって まだそのフェーズじゃないんじゃないですか正直あもうそれ昨日やりました <laughs> いや爺さんに親切になったんだってこの人親切にしてもらってたんだのわりにはさのわりには止めてくれたりしないねテントっていう <laughs> <laughs> 食事を提供したり、風呂に入れてくれたりして。あ、めっちゃお金増えてるやん。マジで。うん。なんで駅の出荷したからでしょ、い,いっぱい。あ、そんなに高値で売れるんですか今高騰してる。まあ、玉ねぎとか売れたんじゃない、ちゃんと。あ、ゼンマイもあるね。ゼンマイ ゼンマイ売れるよ全んぜん、ゼンマイこれか、わらびでしょえ、ゼンマイだよ <laughs> 秋になるとね、キノコもありますよあ、キノコいいじゃんうんキノコも生えるあ、リスいるねえ、どこあ、ゼンマイだ <laughs> いい朝朝の6時からやるなぁよく「木を切るひたすら木を切る動画」<laughs> <laughs> <laughs> でもしょうがないよ牧場物語って最初はもうマジでそうだから。 あれもあれなんですよ。材料を。ああ、隠れてたあいつのあ。おおバレたから走ってる。手なづけよう。だからダメなんだって。俺昨日言われてん。<laughs> リスを手なづける。ああ、待て待て。斧持ってるもん怖いよ。リス,リスあれあいつ泳いでったぞ。<laughs> 泳げます。そうだろうこの町のリスは泳げるんです。 でもさ、だって斧持って人間走ってきたら逃げるよね、そりゃ。うーん、でもあの鶏は全然逃げないあいつはね、もうなめくさってるから。<laughs> 切る気ないだろ、どうせ、みたいな。あれでも逃げようとしてるで。木が倒れてきたら危ないなっていうことでよけたんで、ほら、あっちの方向に倒れるから。<laughs> <laughs> めちゃめちゃ予想するやん。うん ほら、ほら今は全然急いでね。危な,くな危ない、危ない危、ね、危ない。びっくりして止まっちゃって。<laughs> だいぶすっきりしてきたね、でもやっと。うん、<laughs> ほら、お礼にもうついてきてるやん、あいつ。 卵は産めませんね、まだ。もう倒れそうだって。もはやさん、ーんああ、だめだ、まだ開いてないな。カフェが開いてるから、もう。そうなのうーん、でも月曜日ってさ、怪しいんだよね。定休日っていう可能性もあるから。え定休日の時、飯どうしたらいいの我慢。嘘だろか、あの、もう落ちてるやつ食べる。 落ちてるニワトリを違う落ちてないでしょ、はい、落ちてるなんていうのニワトリに対してお前ひどいやつだったのいやいってないねあっもうそれ食べどうやって食べんのえっとえー、っとそれ今食べるっていうのが出てたからあ食べれないんだかぶしか食べれないみたいかぶってほら 食べるって出てるから食べてようじゃ食べようかなじゃあ株いいよ食べてみ <laughs> ええ増えないそんでどんまい <laughs> 株じゃちょっとねさすがにね無理なんですよあ無理なのじゃあ街の人たちに挨拶しようオは隠したもいいんじゃないかえ一印象って大事だよいや,いや,やっぱり いや、でもあんま舐められるのもよくないかないやいやいや、もう危険人物だと思われるわ、斧は。は舐められるじゃなくて。こんにちは。危ない危ない危ない。間違えて切りかかるのようにね。あ<ー>あー、何してんの<あ>何してんの <laughs> 最低やん。<laughs> 危な大好きさんだ。気芸、ん気分がよろしいですな、ね。なんだ、こっちは。 どこを人んちおホーエンハイムえ全然似てないよ。ああ、タッカーさんタッカーさんも似てないでしょ。あのお兄さんがね、攻略対象じゃないんだよ。おラーシュなんかマキちゃんに似てないあの、弱虫ペダル。そうか似てない デイモンクールなねこの和の家はここねレンジャーです森のあこのお兄さん私狙ってたうん<ー>かっこいいんだよこのお兄さんレンジャーをやってんそうかっこよくないおあ祈り捧げとくわ か、でできるできる燃えて。な何もないよ、こりゃくん。何にもないよ。ええー。まあ、自力でなんとかしてくれーってことだよね。<laughs> <laughs> ああい,いあ、左のさ、<ん>あの、市役所の掲示板、そこ入ってもらって。 うそう、<れ>まっすぐそうそうワイルベリー2個くださいあー昨日出荷しちゃいましたあじゃあ偶然拾ったらまたで右のさなんか緑のやつあるやんそこに行ってもらうとそう報酬がもらえるんですよ多分もらえるもんいっぱいあるよ今ほらあ何これいっぱいもらって 全部受け取れないのまとめてまとめては無理です <laughs> 連打してもらって <laughs> で今いっぱいもらったやんそれ出荷できるんですよタウンメダルとか、えー、結構お金になるからこまめにあの称号を確認した方がいいん<ー>でめちゃめちゃそれであの町からもらった勲章みたいなの売りまくったから まだかあと20分。あじゃあもうちょい町を案内するとそこ左に行ってもらってうん。あこ,こ大好きの家かな。あそう。あさっきの人か。そうそうそう。不合やん。そうなんだよ。わ肖像画飾ってるやん。座っちゃおう。<laughs> 勝手に <laughs>。あ <laughs> こっちの方が座りやすい <laughs> お誕生日席あるあく座ろう。 <laughs> 椅子を引かずにも座っちゃおう。体だけを動かして座る。吸う,吸う <laughs> <laughs> 家主いないのにね。ね、入り込んでる。あ、キスだからね。ベッドはでもハリボテだ。ハリボテというか、つなぎ合わせですよ。本当だ、つぎはぎはね。 で、ここの階段下りて下の段その下の階段下ってもらってあサイモンだでいいもんね階段を下るうん。で左側。あー待って飯の時間だよもうあオッー、ね、<laughs> えー、メイン料理オムレツで いいのサラダとか食べなくていいいいんだ前菜はいいっすいらい無理ちでいちいち頑張れるもうちょっと食べた方がいいんじゃないかほら全然増えてないよえー、スイートポテト食べちゃう食べちゃう食べちゃうもう <laughs> <laughs> ああいいな子供やんあやちょっと増えたか やこれでカフェもあるからそこで軽食を食べることもできますね。後々結構まだ街見渡してないのよね。そ,のみそこから上に,む上に向かって行ってもらってそこだ。左のドア。そこ。これそこ、カフェ。おう、マダム。 あ、今コーヒーはくれたん。いコーヒーもあいいなぁ。<何>フルーツコンポート食べるわじゃ。<laughs> めちゃめちゃ甘いものを、ね。はしごしてね。うん、<laughs> あ、増えた増えたおごしてる船は乗れませんね。タカタしてね。はしてね。はしてね。はしごしてね。ははね。 斧持ってるからかな、やっぱ。怪しすぎるもんな。私だら船長だったら、絶対に乗せないよね。斧を置いてから、あの、来てください。危ないんで。危ないんで。<laughs> そりゃそうやな。なんで、なんでですか。つってあの、危ないんで。<laughs> <laughs> 危ないやろ、うん、ハンマー当たったらいいですか。いえ。<laughs> 斧が偶然こうやったら、切れちゃったりするから。 <laughs> あじゃあ <laughs> ハンマーだって切れないからドイツ腹立つわ <laughs> 出発しまーすみたいなリスリスは捕まえらんないでしょあれうんだからじっくり近づいて写真に収めるタイプですねあ写真写真撮れるよ うん、うちうちカメラもらえるんじゃなかったかなたしか,かあ今,今は撮れないの写真もあのカメラ持ってのええー、持ってなかったっけ俺もらってないでいっぱい切ってき木を切るゲームですねこれはねそうそう 最初地味よね、本当に。家から、家のところから、木生えてるやん。あれだから家をどかしたら、多分木取り除けるんだろうけど。いいんですか、こんなの。勝手に壊しちゃって。もう自分の土地だから。<laughs> いやー、これ、い岩転がした方がいいんじゃないですか、カチワルより。いや、でもね、カチワって、粉々にして、あの、素材として使うんですよ。ああ。 業者に頼ももううぜ、もうお金ないもんだってほら3000しか持ってないんだ大丈夫やろ3000ならえっもうやっ,てないわやってくれないでしょそんな3000でえなんで消失したあカバンがいっぱいだってあじゃあさっきさいっぱいもらったじゃん称号で売ろうろあれよし出荷,出荷しちゃおう牛乳とこれそれダメ種だから 苗それもダメ石ころはいいやそれも売って俺らのムーンドロップ草それも売って銅のダウンメダル柵は使えるわ後々赤貝玄米ミルク、うん、ケイお願いしますでその芋落として拾ってもらってそれも加工したらいけるから そそもそも木を狩る理由はもうあの橋をこうつなげるためだよね橋をつなげたりあと小屋を建て直したりあ邪魔っていうあれもう倒れそうだやべえここにだってほら畑とかやっていくわけだからうん動物飼っても放牧した時に木ばっかりやったんか,かわいそうじゃん狭い日いやーでも野生が野生の感じで生きれていいんじゃない いやだって牛さんとか邪魔じゃない木,木に囲まれたら暴れ回れないよ。こうやって暴れないよ。牛は別に。<laughs> え、暴れないの牛。<laughs> 暴れ牛なんて言葉ないからね。ああ、そうか、そうなんや。あ <laughs> あ、やばい、死にそうじゃん。よく見たら。すごいことになるよ。でもぶっ倒れるまでやってみるか、一回。倒れるぞ、マジで。 ああ、あほ<ら> <laughs> あ、鶏が俺を助けてくれた<え>今。え、大丈夫ですかみたいな<え>あ。こういうことになるんですよ。え、でも倒れ方変わったね。そうなの、うん、私の時は膝からこう崩れ落ちてたんですよ。うん、危なかったな、今。ああ、なんだ昨日は大丈夫だったかみたいな。<laughs> あの人が何連れてってくれたの、病院に。 ナイジルさすがはナイジルとは言ってわざわざこのために来てくれたんだよそうだよ今日は寝ようえ何もしない,<お>い <laughs> たまには休まないとさ なんか不穏な。なやっちゃった俺。だって1日分の収入今なくしたんじゃないどういうことどういうことえってその日始まってんのに何も出荷せずに寝たから、うん、その日0円で迎えたん、ね、まあでも、別に出費もしてないもんね。だってああ、そうだね。だからプラマイゼロだ。うんちょっと。じゃあ変わっていいいいよ。 一回でも、この日終わったらセーブしとくか。はいよーおー。 これも作れるな。作っとくか。え、デイモンエミリオかっこよくないこれ私が言ってたレンジャー。え、ナイジェルの息子やんでも。そうナイジェルの許しを得なきゃいけないよ。いけるでしょ。俺、プレア。ブレアブレアかわいいやん。え、ゲオルクも広報。マジで違う。マジで違う。違う違う違う。え、ミサキも もいいのいや違うこれはね仲良くなれるだけなんですよえなんでやねんそううしそう攻略対象じゃないんだよねラーシもいけるかなと思ったらラーシュダメだったんですよえー、えでもラルフかっこよくないラルフはまあかっこいいいけてるでしょ、うん、ラルフ好きなんですよ俺いおりがいいなあいおりもね最初狙ったよね正直 <laughs> やっぱほらもう夏いてるからそばにいるやんあのニワトリそうだよだから早く小屋建ててくれやって思ってるんだねまあ、だからなーみたいな <laughs> <laughs> 手伝え手伝え <laughs> じゃあ草をはめまあだからなーみたいないつになったら僕ここを迎えてくれるんでしょうみたいな冬になる前に迎えてほしいなーみたいな <laughs> あれでもだいぶすっきりしたねほんとに 頑張ったでしょう。頑張った。でもこの苦労はねぶっちゃけね永遠に終わらないのよあごめん大丈夫かねうん さっきさ資材がどうのとかメーカーがどうのって言ってたじゃん。うん。これあの買った木こう木のまんまなんですね。うん、これを加工してあの木材にするんですよ。それを加工するための装置を木材メーカーって呼んでて。うん。そうこれ一個作っといた方がいいな。うん、なんか黒ト感出してスッと。 あのやったやん今うんね <laughs> <laughs> 私だってやってるもんああ勝手に置いていいいいよ <laughs> <laughs> とりあえず置いとくからこれ大事なのよああそうなんですそうこれであれさ木材になるって出てるやん完成後はいはいあれをあれとかまあそのまんまの木を大工屋さんに持ってくとあの家建てる材料とかにしてくれるのうん<ー>でもこれね作っといた方が の楽ななで。なるほどね。はい。もうやり方を心得てるやんそりゃあね私 DS 出てるときからやってるんです <laughs> DS のときはね私漁師を狙ってたん<ー>ジェニー <laughs> そう生,生ってたん関西弁だったんでね確か <laughs> ジェニーね刺身が好きだって言うから毎日さばいて持ってってたんだ、ね、こうやって <laughs> <laughs> 実らぬ声だったんじゃないのそう全然ね全然振り向いてもらえなかった 一生懸命やったのにな何が足りなかったのかまだちょっとそれは受け取れないなみたいなこと言われたんだよなさ <laughs> お<ー>おおおおっきはざっと終わったんじゃないおおいいね今何時まだ9時前だねうんじゃこのまま草も買っていきますかお草を刈る うわ途方もないなこの作業草が一番あのなんですよ重労働じゃないんだけど生えてる量が異常なんだよねこれこれな回転式草刈りやりたいわつか芝草刈り機刈多<分>刈れないの後々ちのちさ作れないのかな私まだわかんないんだよねこれねあの斧と一緒で広範囲一気に枯れるようになるんだけどそのうち そうだよね、うん、いやーしんどいこれ<へ>範囲がだから私はもうこうならないようにあの,イカあの板の床で道を作って、うん、<laughs> イカってイカの板でイカのってあのイカの同分のイカじゃない <laughs> イカじゃなくてあもう倒れそうだって そうやね。いけるやろ。いやいや。今まで町にいたんで、こんなこといきなりやらされて、もうな,なんでって感じで、正直。まあまあ、だって自分の意思で、<laughs> 来たから <laughs>。<laughs> <laughs> 失礼いたしました <laughs>。で <laughs> <laughs> れさ。うん。 あ、もう修復できるよ。この家をうん。修復する修復する。ええー、えすごい。おらった <laughs> <laughs> 小屋の名前決めてください。小屋の名前は何小屋にするえ袋小屋。袋小屋、うん、鳥小屋だ。まあまあ、袋は買えないんだけどね。すごい、これあれだよ。もし、ここ、観光名所になったときに。うん 観光してくれた人をだますことになるけど。<laughs> 袋入ってないの、ね、に袋小屋って。いや、いいっすよ。ここの牧が袋買ってんだすげえってなったら、まさかの袋小屋でいいですかあ、はい、いいっすよ。はい、え、じゃあさっきの鳥入れる,入れれるのそうだよもう入れれる。ああ、ついに待って、れまこれカマンの状態だとちょっと申し訳ないから。原木で 僕もう申しげないから逃げられるって。あ、スズメも捕まえてそこああ、逃げてるやん。あれでも無理なんだよ。ああ、れは無理なんだ。うん、手なずけるよいいおう。待ってよ。えはい。お元気いっぱいだって。やっぱりやったー、ニワトリゲット。名前、動物の名前は、名前は、そうだな。 ねぎま、赤赤何、うん、<laughs> で赤いいんですか赤で赤でじゃあ赤にします全員色の名前にするあそうなのうん一番最初は赤ねうんああ牛牛まだへえー、いいこれ小屋の位置もあの、変えれるんですよすげえとりあえずここにあったからここにしちゃったけどあやちゃん後で変えたかったら 橋も直せるってこの家直せたら。いけるかな、うん、ええー。ああの、ほら、木材足りませんって書いてあったから、あれ木材を作っときはいけるんですよ。ーえー、ちょっと小屋入ってよ。いいよ。おお<ー>。あ、そうだ。餌入れないと。餌入れないとどうなんの死んじゃう死んじゃうし、ストレスもたまる。 死ぬのかなストレスはたまるからちょっと動物屋さん行くねじゃあ、うん、そこに餌を売ってるから、うん、ついでにもうご飯食べる時間になるかなそうだねやっとやっとやっと進んできたね牧場ライフここ動物屋さん じゃ牛を飼います、一頭。でも牛はダメです。えええや,やんけ、牛飼っても。いや、牛の子やないんで、まだ。なに<何>パトリシアさん。この子はね、攻略対象だよ。あ、いいやん、この子。ブリジット。動物の。あれ待って待って待って。 あれ買えないやん餌えじゃあどうすんの調達するしかないど。どこで買うんだっけな餌 <laughs> あここかな雑貨屋さん雑貨屋に餌なんてあるのいや、わかんないけど、とりあえず話しておいてみるね。この、うん、お兄さん、美人さんじゃないか <laughs> アンジェラ。<laughs> アンジェラ。 何食べるの鶏を草葉っぱあったこれこれぐらいああそれかどれぐらい買っとくいっぱい毎日食べるからいっぱい買いだめしとくには越したことないんだけどいやーあいっぱい買っといて100ぐらい買っとくくらい買っとくモンスターボール的な感じで買うやん <laughs> うわ794円になっちゃった <laughs> 鶏 草買っちゃダメなのあれ。うん？どういうこと？いやー買った草でを餌にしちゃダメなの。ああ買った草じゃダメなんですよ。あのー、それ専用の種はそのうち売ってもらえるので、うんそれを畑で種がやして自分で買ってそれをあげることはできる。ここに入れるんですね餌を。うん、でマックス十なので。 うん、銃なくなったらまたあの補充していかなきゃいけないです自分であ忘れないようにオッケー放牧する放牧しよう一回行くで初めての放牧でき,たできて <laughs> 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 かわいいいや、わしは隣であ死にかけてんだったそうだよご飯,食べかご飯食べないか大丈夫かな とりあえず、そのままにしといて放牧 <laughs> しっぱなしでいいんだご飯食べて帰ってきてしまえば1時間確か外に出しておいたらストレス解消になるんでうーんめちゃめちゃ詳しいや、ねうん調べたもんおジャックだこの人も攻略対象なんです女の子のいや俺男やあっこのは攻略対象え違います 年のさんがねさすがに <laughs> あれ俺の前に食ってるやついるやん <laughs> いいでしょ誰やねあいついいでしょサラダ食べる食べるポテサラダ美味しそうポテトサラレストランのポテトサラダとか美味しそうだね <laughs> 結構な量じゃないですかねおおお増えた増えた 今日はカレーライス。カレーライスね。焼きそばとかないのあ、ちょっと、ナイス。いや、あのおっさんさ、ステーキ食ってないか。え、いやいや。裏メニューみたいなのがあれの人頼んでんじゃないいや、まだ、あの、我々初心者に渡してくれないんですよ。常連だけ。あ、デザート食べます 食べる <laughs> どっち食べますプリン。あ、プリン。<laughs> でもお金ないよ、じゃっ明日ご飯食べれないかも。<laughs> 売らないと。明日ご飯食えるか食えないかの瀬戸際にプリン食っちゃって、ね、<laughs> もうちょっと我慢しよう。<laughs> <laughs> うわえ、あのおっさん何ステーキ食ってたよ。いや、だから、まあ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 。 まあまあまあ、まあ、結構よそ者に厳しい村なんじゃないのこれ。だってお金ないし結局ステーキ食べれたとしてもあ放牧中だったそ<る> <laughs> うだよあっるの難しい。 お、今、なんか星みたいの出ましたよね。あいつの上に。ああ、鳥の上に。うん。あれが、もう、しまってもいいよーっていう、ストレス発散できたよーっていう合図なんで。はい。そしたらもう、ああ。おー、戻る。おえらいら、いら、いら、いらい、らいら、早い,いよ。しかも、ちゃんと、押す。押す牛はね、遅いんですよ、あれ。<laughs> 早く牛飼いたいな、ね、それまでにちょっとね設備整えとおかないと、うんっね、あの橋かけた先に確か鳥小屋、うん、壊れた動物小屋があった気がするへえあれなんか木がぽつぽつ生え始めてますねうんそうだよやばいやんやばいでしょそういうもんなんだよだからこれ無限ループだから <laughs> <laughs> え、何レベル上がった草刈りのさっきと変わらないように見えるけど、ね、体力の減り方が変わったりとかうんあとまあまあそのうちねただ草を刈るだけのねそうそう地味な動画 <laughs> <laughs> もっと腰 かがめてやったほうがいいんじゃないか。いや、根元からからないとさ、そうそう絶対また生えてくんだよ、これ。生えてくんだよ、これ。うわ、苗木育ってる、あれ。かも、かまで買ってもね、意味ないからね、草。あ、除草剤まく。<laughs> 除草剤まくか、根っこから抜くか、やんないと。そう、そうね。また生えてくるんですから。 あれね、後々友達になるなんか妖精みたいな妖精そう,そ,うそういう、ね、ちょっとファンタジー要素もありますね、このゲーム。<laughs> 草のところにいた、ねそうね、時々木かあの倒しても出てくるしん<ー>あ水あるじゃん、水たまり。<ん>水たまりの水すくっても出てくるしなんかどこにでもいるんですよ。へ やばいな、今日何出荷する草出荷すればいいやん、草を草もでも後々使えるんですよねあそうそうあこの貝出荷するあ貝だね貝で生計を立てていくしかないよやばいやばいやば,ばい全米 <laughs> とかも出荷しよう俺 <laughs> 62 <laughs> <laughs> やばいよもう生きていけないよこの村で <laughs> あ株育てる株の種あるからさいやいいよいいの一通りでもやってからの方がよくない確かにね株育てた方がいいのかなそしたら俺だって生計は立てれるなんとか生きていけるっしょ なんか何も毎日飲まず食わずでぶったれるまで作業して、繰り返したら。<laughs> <laughs> そのうち卵を産んでくれるから、あの子が。なるほど。過酷な、あれだな、サバイバル生活やな、ねうん。赤くんが。いや、赤ちゃんでしょ。赤ちゃんな。女の子じゃない、卵産めないやん、ね。いや、みんな女の子だな。みんなメスよ。 おおきれいになってきたまあもう一人でやれってことなのかねこれそうだよ誰か協力してくれるとかそういうのはないのない <laughs> みんなの自分の生活っていっぱいだからえ<ー> <laughs> 余裕あるでしょう市長もねなんか息子がねなんかちょっとふらふらしてるっていう悩みがあって、ね、っ余裕がない <laughs> 手伝わせろやじゃあここをさ いやあ、きれいになりましたね、やっと。うん。ここからだね、ほんと。俺たちの戦いはここからだ。いやー本ほんとに <laughs> あ。これね、苗木ね、あれなんですよ。最悪こうやって叩けば、うん。今死にかけてるから、やったら倒れちゃうかもしれないけど、こ叩いたら、消えます。あ、まあいい。ただ、この量あるんで。でもあれ、素材にならないもんね、これだ。あそう,そうそうそう。あじゃあ、生やしていいか。 とりあえず今日は終わりにしようじゃ。あと、オッケーじゃあ、あのメーカーにお具材突っ込ん作って。多分朝起きたら、で一回寝て、明日の朝になったらセーブすればいい。はい。お疲れしたー。はい、シャワーは水そのまま汗臭いまま寝ます。 2日連続ですか <laughs> ログハウスができるまでずっとですよ。いやーもうやばいやん。<laughs> 過酷。レストランできんになるわ。そ <laughs> ちょっと臭いわーって。ちょっと臭いかなーみたいな。<laughs> よし、終わり。雨降ってんじゃん。放牧できないわけには。セーブするんじゃないんですか。そうだった。 いや、じゃあちょっとこっからですね。はーい。